はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11時20分になりました。11月4日でございます。ね、ほんまにね、メディアはね、大統領選挙開票速報一色になってましてですね、ほんまなんかすごい盛り上がってますね。ほんまにこんな盛り上がるんやなと思って、まあほんで白昼してますからね、今のところね。さて、いつものね、愉快なお隣さん話がなんかないかなと思って見てるんですけど、まあまあ大したニュースはないんです。ほとんどないんです。でもね、チクッとしたのがあるんですよ。向こうのですね、国家情報院といいますから、どういうんでしょうね、情報機関ですね、のパク・チウォン院長という方がいらっしゃるそうなんですけど、この方が近々ですね、日本にやってくると、日本への訪問を計画しているということがですね、漏れ伝わってきました。朝鮮オンラインのニュースによりますとですね、与党幹事のキム・ビョンギ共に民主党議員の質問を受けて、パク・チウォン院長の訪日日程を調整中だと答えた。パク・チウォン院長は昨年7月に就任したの後の初の海外訪問先に日本を選んだのだというふうに書いてありますね。で、このパク・チウォンさんっていう方はどうやらムン・ジェインさんの側近らしいんですね。で、普通ね、その何か言ってくるときには外務省を通すんですよね。向こうは外交局っていうんですか、外交部っていうんですか、向こうは。で、カン・ギョアンさんっていう、女性の白髪の外務大臣いますよね。でもどうもね、ニュースを見てますと、その、ムン・ジェインさんとカン・ギョアンさんの、こう、連絡があまりですね、滑らかではなさそうなんです。理由はどうか知りませんよ。あのジーソミアの騒動なんかを見てまして、どうもその、外務大臣とはいえですね、ムン・ジェインさんと頻繁に連絡を取ってるとは思えないみたいですね。河野太郎ちゃんがですね、外務大臣をやった時に、カウンターパートがカン・ギョアンさんで、で、なんか、東南アジアでね、会談した時に、まあ、ジーソミアの覇気なんてないでしょうとか言って、カン・ギョアンのあのおばちゃんは言うたはたらそうなんですけども、そして帰りの飛行機の中で破棄したというこうニュースが流れてですね、なんか、外務大臣も知らんのかみたいなことですね。つまり重要な決定はですね、カン・ギョアンさんに相談してないという可能性がありますね、外交的な重要な決定。で、今回もですね、情報院というのはですね、常にその海外国内のですね、最新の、まあ、公表しないような情報もですね、トップに上げる役割があるんで、どうやってもやっぱしトップと親しくなるんですよ。会合の回数が頻繁になりますんで、そうすると、まあ、いろんな話もするようになってですね、まあ、側近になっていくわけです。日本もそういうところありますね。内閣官房というか、まあ、総理大臣公邸ちゃうわ。なんていうんですか、あれ。総理大臣がいるところ。官邸内に詰めてる役人がいるんですけども、の役人たちがですね、各省から出すんですね。各省から出すんですけど、日本の場合は必ずですね、その警察庁から行ってるんですね。で、今北村さんでしたっけ、なんかそういう方がいらっしゃるんですけど、で、もちろんですね、財務省からも来てるし、経産省からも来てるし、厚労省からも来てる、総務省からも来てるわけですけども、で、その中で誰が力を持つかということを、ね、日本の場合はですね、せめぎ合いがあるわけですけど、前回安倍内閣の時にはですね、経産省内閣なんて揶揄されました。それは安倍さんがですね、財務省嫌いなんですね。なんで嫌いかっていうと、第一次内閣の時にですね、安倍さん、財務省から安倍卸しを受けてですね、1年で辞めざるを得なかったわけですね。で、その時の恨みがあってですね、恨みがあると言われています。で、財務省を遠ざけて、いたわけです。まあでもね、約束はちゃんと果たされたわけですよ。消費税2回上げるという。あれは立派やなと思いますよ。そんなもん保護にしてもええ、よかったと思うんですけどね。まあ日本人はね、義理がたいですから約束は果たすわけですよ。まあそれはええとしまして、お隣さんでもですね、このパク・チウォンさんという委員長がですね、多分毎日のようにムン・ジェイさんに情報を上げていてですね、毎日のように会っていたと思うんですけども、それでまあ相談も持ちかけてるんでしょうね、ムン・ジェインさんが。
それで、やったらお前ちょっと行ってこいみたいなことになったんやと思います。で、何しに来るのかっていうのももう決まってるんですよ。日中韓首脳会談っていうのはございまして、これ1年に1回やるんですけども、なので持ち回りでしてですね、確か去年か一昨年は、中国でやってたんちゃうかな、そんな気がしますけども、それと今年はですね、日本でやる、日本じゃ韓国でやるということらしいんですね。1年か2年飛んだんちゃうかな、尖閣問題とかなんとかいろいろあって、そういう雰囲気にならないということで。で、今年は本来なら韓国で、開くということになってまして、主催者はムン・ジェインさんということなんです。まあでもコロナを理由にね、伸ばして全然いいと思うんですけども、どうやらムン・ジェインさんはそれやりたいみたいなんですね。で、まあコロナはね、はっきり言ってね、日中韓ではですね、大したことないやんということになっててですね、そんなにビビることはないわけですけども、日本とお隣さんの関係が今最悪でしょう。日本とですね、中国の関係も、まあそんなに、最上というわけではないですね。毎日毎日尖閣に来られてるわけですから。でも、やたらと今、向こうからですね、宗派を送ってきてるわけですよ。仲良しような、みたいな感じで。その理由は簡単でして、今、中国とアメリカとの関係がですね、よろしくないわけであって、すべてを敵に回すわけにいかないから、せめて日本手なずけようかなという感じになってるわけですけども。韓国と日本はですね、もう過去最悪ぐらいですね。でもですね、なんとかこう開きたい。まあそこはね、メンツを大事にする国ですから。で、日本の菅さんはいち早くですね、その、向こうに外務省を通じてですね、その、日本、差し押さえられた日本企業の資産の現金化をやらないという約束をせ、確約をせと。で、言うたって、あの人たちね、約束しても平気で破るでしょ。だから、そこに意味があるのかとも私は非常に疑問なんですけども、確約をしない限り訪問しませんということを伝えてるわけですね。もうそれも、で、そのメディアにその情報も出したわけですね。メディアに出したということは、そんなこそこそ取引はせえへんでということなんですよ。うん。で、我々も知ってしまったわけですよ。ところがですね、その、ムン・ジェインさんは、その確約はできないんですよね、国内的には絶対に。できないから何とかごまかそうとしてるわけですよ。ごまかすために何か言いに来るのが、このパク・チュウォンさんではないんかなと、私は思うわけですよ。で、だから今、その外交官ではないこの側近を送り込んでですね、なんとか菅さんに面会してですね、のムンさんのなんかしょうもない提案をぶつけてこいということやと思いますよ。だから多分、こう、来られますよ、この方。その調整ってしてるけども、多分これ1週間とか10日、まあせめて月内ぐらい。月内まで行きませんね。もっと早く来ますね。というのは、年内開催をしたいわけですよ。年内ってあと2月ないわけですから。そしたらもう日程調整だけでそんなんね、10日やそこはすぐかかるわけですよ。だから、年内開催をしようと思えば、もうこの2、3日中に来るでしょうね。来て、菅さん、会わせてって言って、で、菅に会うて、実はムンは、ムン・ジェインはこういうことを言うてますけど、こういう案でいかがでしょうって。どうか一つ、よろしくお願いしますっていうふうに詰め寄ってくるんやと思います。で、まあ、菅さんは多分原則論でいくと思うんですね。その、確約制と。現金化しないということを確約制と。で、結局物分かりになるんちゃうかと思うんですけど、お隣さんってね、基本的に往生際が悪いんですよ。もうとことんね、粘り切ってね、自分たちの考えを押し通そうとするんで、まあまあ、菅さんもね、そういうことはよく分かってると思うんで、まあ、適当にあしらうとは思うんですけど、まあ、ここでまた一つ儀式ができてですね、で、それを多分手ぶらで帰るんですけども、帰ったら、言うわけですよ。日本にこんないい提案したのに、向こうは拒否ったって、これは開催できひんのは日本のせいやと。いうふうにですね、まあそういう材料にされるんでしょうね、きっとね。だから、本来ね、その確約がない限りは受け入れなければいいんですね。菅さんも会わなければいいんですよ。ものすごい格差、大臣でも何でもない、多分日本でいや、局長級の役人なんですね、この情報局員の委員長っていうのは。次官級でもないと思うんですね、多分ね。だからそんな人と会う必要ないんですよ。
だから適当に誰かに合わせてですね、適当に足が置いたら、あの官邸に勤めてるそれこそ警察庁の北村さんあたりがですね、会合してですね、はいはいっつって適当にあしらうのが一番いい対応やと私は思います。これ貼りませんと、といろいろこう差し障りがありそうなんで、自分で探してください。あの産経新聞にもそういう記事が載ってますんで、産経新聞のサイト見ていただいても、これこういう記事見ることができます。はい、皆さんどうもありがとうございました。